レオポルト・フェルディナント・フォニエス・スター・ライヒ・トスカーナは、オーストリア・ハンガリー帝国の皇族。帰戦結婚のために皇籍を離脱して、レオポルト・ベルフリングを名乗った。売春婦だった、最初の妻、ビル・ヘルミーネ・ベルリン・クロイツベルクにあるレオポルトの、墓最後のトスカーナ大公・フェルディナンド4世とその妻、アリツヤ・フォン、ブルボン・パルマの間に、長男として、生を受けた。出生時、 トスカーナ大公国はすでにサルデーニャ王国に併合されて消滅していたので、レオポルトは子供時代をザルツブルクで過ごした。スペイン王位請求者、カルロス7世ことマドリーード校、カルロスの娘エルビラとの婚姻を望んだが、混乱したスペイン国内政治に巻き込まれることを避けたい皇帝フランツヨーゼフ一世の反対により実現しなかった。その後、 売春婦であるビルヘルミーネ・アダモビッチとの恋に落ちた。激怒した皇帝によって、ドイツの精神病院に入れられたが、1903年7月に功績を離脱して彼女と結婚した。しかしビルヘルミーネは、後に最色主義に傾倒。レオポルトは、その生活に、我慢できなくなり1907年に離婚した。ビルヘルミーネと離婚してからわずか数ヶ月、ミュンヘンの売春婦。 マリア・リッターと再婚した。ハプスブルク君四国の崩壊後、旧皇宮の観光ガイドなどの仕事に就いた。1933年24歳年下の鉄道員の娘と3度目の結婚をした。ウィキメディア・コモンズには、レオポルト・フェルディナント・フォニエス・スター・ライヒト・スカーナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。